灰石上による D 軌道の分裂 D 軌道とは原子を構成している電子軌道の一種である。方位量指数は2であり、M 角以降の電子角について、ドキシー軌道、DYZ 軌道、DZX 軌道、デラックス 2Y2 軌道、DZ2 軌道という5つの異なる範囲の軌道が存在する。各電子角の D 軌道は、資料指数の大きさから 3D 軌道。 D 軌道のように呼ばれ、一つの電子核の D 軌道には、スピン核運動量の自由度と合わせて、最大で10個の電子が入る。D 軌道の D は、ディフューズに由来し、電子配置や、軌道の変化分裂によるスペクトルの放散、広がりを持つことから意味付けられた。D 軌道に、どのように電子が配置されるかが、銅や鉄などの D ブロック元素の物性を、決定している。 特にマンガンやコバルトといった強磁性体の性質、繊維金属の酸化物に代表される強壮感電子系の性質、そして高温超電動体の物性には D 軌道の電子が重要な役割を果たしている。通常 D 軌道は五重に縮体しているが繊維金属削体で見られるように O2 体や O マイナスなどの配位子が繊維金属イオンの周りに配位すると 灰石による静電状の影響で D 軌道の縮体が解け、肺位の様式に応じて軌道順位が分裂する。これを灰石状分裂と呼ぶ。例えば6個の灰石が正8面体状に肺位した場合、30に縮体した T2g 軌道と20に縮体した EG 軌道に分裂する。灰石の方向に電子の存在確率が高いデラックス 2Y に,に軌道。 DZ2 軌道は、排子による静電反発のため、軌道のエネルギーが押し上げられ、二重に縮退した EG 軌道になる。また、排子の方向に、電子の存在確率が低いドキシー軌道、d y g 軌道、DZX 軌道はエネルギーが低く、三重に縮退した T2 グラム軌道になる。EG 軌道に空きがある場合は、 分裂幅に応じたエネルギーの光を吸収することにより T2g 軌道の電子は EG 軌道に遷移し、人の視覚では吸収される光の波長の補色に該当する色が見える。このため、一般に繊維金属作体は色を持つものが多い。吸収される光の波長は中心の繊維金属や排子の種類によって異なる。例えば、塩化コバルト 6CL は、 鮮やかなピンク色をしている。3D 軌道の角度依存。色は波動関数の符号に対応している。赤はただし、青アフ。ありがとうございます。